術式を開始する。開始する。やめろ。ナスルさん、クックックッ、一足遅かったようだな、腹切り虎。そんなナスルさんが女性になってしまったなんて。まあ、こうしてナスルさんはケンプファーになって敵と戦うことになってしまったんです。いやー、ケンプファーって本当にいいもんですね。君の心に届く、たった一人になりたい、思わせぶりな運命なんて今すぐにチェンジ。誰の強い引力が戸惑いを恋だとささやくの、油断してると置いてかれてしまいそう。流行る気持ちせかさないで欲しいのに、だって信じたい出会いだから、簡単に待ってたくない、叶えたいの。実は持ってるブラ全部サイズが合わなくなっちゃって。成長期真っ盛りですね。まったくけしからん体だぜ。ノーブラだとそのいろいろ困りませんか。例えばすれちゃったりとか。早く新しいの買いたいんだけど高いしな。そういえば寄せてあげるミルキーブラ、あれ良さそうだよね。シルクの肌触りも。ほっほー、女性の下着にそこまで詳しくなるとは、もはや身も心も女ですね。キモ、どんだけ変態なんだよ。マジでドン引きだぜ。誰がこの体にしたんだったかな。ナツルさん、だったら私と一緒にバイトしませんか。バイトすればブラを買うお金すぐ貯まりますよ。おまけに楽しいこと受け合いですね。そっか、バイトか。バイト合戦でしたら私たちにお任せください。いい匂い、どっから湧いて出た。話は聞かせていただきました。瀬能さんにおすすめしたいお勤め先はおしゃれカフェです。とっても夢のある職場だよ。二人なら即採用します。まあ絶対にやれとは言いませんが。それに私だもん。どうしよっかな、この写真。なんでこんなことに。でも、もうやるって言った以上やるしかありません。茜ちゃんたくましいね。そんな。
事情はどうあれ、ナツルさんと二人でバイト。失礼しました。切っちゃいました。ナツルさん、あかねちゃん、なんてバイトか。ずるか。やっぱ男の方が楽だ。セノー、うん、喜べ、この週末女子部と合コンを取り付けた。週末はバイトが。なんと我が製鉄学院のアイドルがお忍びでご降臨なさるそうだ。学院のアイドル、アイドルといえば、夏目さん、桜さん、待てよ。ここに鶴の男の欲望がうごめくかい。そんな席に桜さんが来てしまったら、いやー、やめてください。くーしからー、桜さんは俺が。じゃあ週末このカフェだから。あー、ここか。しかし合コン会場がバイト先の店っていうのはなんか不自然だよな。ついてるってことかな。いやー、もう少し疑うべきじゃ。ナツルさん、ここって、お、いらっしゃいませ。純喫茶愛と夢へようこそ。ここはキャバクラでもドリンクでもありません。ピュアな心がなくても入店できます。来てくれて嬉しいです。ねえ、今日はゆっくりしていってくれる？くれるよね。元気がないけどどうしたの？私、あなたのことなら何でもしてあげるよ。あ、そこは触らないで。もう強引なんだから。あなただけ特別だよ。また騙された。ここおしゃれカフェじゃないですよね。あ、時間だ。ん、何の時間ですか？よし。ごめん、アカネちゃん、このお詫びは必ず。どうも、合コン予約してた西野です。いらっしゃいませ。お待ちしてました。おや、男の瀬能さんもご一緒だと伺ってましたが。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。聞きましたよ。どういうことですか、合コンって。これには男の事情が。お後一名様、お見えになりました。それでは皆様お待ちかねの学院のアイドル、さくらさん。3号雫生徒会長です。お待たせ。会長、なんで会長が。合コンというものがどういうものか一度くらい経験しておこうと思って。何かご不満でも。はめかな。どういう意味かしら。だったら私も合コンに参加します。やった、盛り上がりそうですね。さくらさん、ちょっとお湯が熱いみたい。はいはい、リカちゃんにお任せあれ。ならば僕はバラの花を。今度は冷たくなったみたい。別にわざとじゃないんだからね。ほんと、あなたたちって何の役にも立たないわね。申し訳ありません。私たちの体温に温めてみせます。はい、そば。
ところで乾杯といきますか。待って。ところでこちらのお店に女性の瀬能さんが働いていると聞いていたのだけど。せっかくだし挨拶したいわ。あ、私もナツルさんに会いたい。え、あ、俺も。ああ、俺が呼んでくるよ。いらっしゃいませ。その服はだけているわよ。あら、せっかくセクシーだったのに。おお、ナツルさんセクシー。では、みんなで乾杯。待って、男の瀬能くんがいないわ。じゃあ呼んできますわ。あら、女の瀬能さんは？探してくる。すみません、瀬能くんがまたいないの？呼んできます。瀬能さんは？瀬能くんは？瀬能さんは？瀬能くんは？瀬能さんは？どうしたの？服の乱れは心の乱れよ。それじゃ、乾杯。乾杯！お料理をお持ちしました。当店自慢のシェフが腕によりをかけたお味をお楽しみください。なんだこのおびただしいカレーの種類と量は。まさか。あたし参上。やっぱり近藤さんまで。さすがナスル、一目見ただけであたしの料理だってわかるぞ。そりゃわかるだろ。ああ、ナスルってめえ、恋人のカレーを1000回食べたものは生涯深爪めをしないって坂本龍馬さんが言ってたよ。誰もそんなこと言ってない。一段と賑やかになったわね。ナトロさんと二人きりの場所のはずが。でも私負けません。ケンファー、さあ盛り上がってまいりました。せっかくの合コンだし、好きなカレーの話でもしとく。もちろん好きな異性の話ですよね。で、おーい、ムースカー、会長はどんな男性が好みですか？あら、私の話なんてつまらないでしょ。そんなことはありません。全男子生徒憧れの会長がどんな人が好みかすっごく知りたいです。光栄ね。そうね、私の好みは、あまり飾らないタイプかしら。地味系が好きなんですか？地味とは違うわよ。言ってしまえば、好きになった人が好みのタイプなんだけど。でもそんな答えじゃつまらないでしょ？男子部の生徒はみんな個性的で素晴らしいと思うわ。ねえ、瀬能くん。瀬能くんはどういう女性がお好み？あなたの話も聞きたいわ。いや、別に俺は。さあ聞かせて。瀬能くんタイプ。ちょっと俺トイレ。失礼します。ナツルさんは体調を崩されたので代わりに参加しますね。どうだ、女になれば怖いもんなしだ。女の瀬能さんの好みも知りたいわ。私も。女子部の可愛い子にはあらかた手をつけたとのことですが、本命は。ねえ、誰なの？さくらさん。楓は可愛いわよね。よくわかるわ。他には？別に。いない。他にもいるわよね。だからいないって。とぼけるのをやめなさい。よし、ドンペリゴールド入れちゃうぞ。はい、ドンペリゴールド入りました。ドドンドドンドンドドドドンペリ。もっといるわよね、好みのタイプ。案外近くにいるんじゃない？なんだこの未知の感覚は。このままじゃどうかなりそう。さあ早く喋って。ロングヘアで。それで年上でハイヒールも似合う。なんか下手そうな役職についてるとなお。
ど。そう、きっとその女性も瀬能さんを見ているわ。すぐ近くで。夏るのタイプはそんなんじゃないよね。そうですよ、夏るさん、正直に答えてください。カレー超うめえ。美味しいですね、このカレー。こんなこんな、あれなんだ。ひどい目にあった。災難でしたね。でもなんとかバイトも終わりましたね。うん、これでなんとか帰るかな。ごめんね、茜ちゃん付き合わせちゃって。いえ大丈夫です。ようやく二人きりに。ここはなんとか他の二人よりリードしないと。瀬野さん大丈夫でした？まずい、こんな姿見られたら。どうしましょう。あれ？おかしいな、誰もいない。ここなら大丈夫です。うん、でもさ、なんで茜ちゃんまで。あ、そっか、すみません、つい出張ってしまって。いや、いいんだけど。近いですね。うん、なんかドキドキします。あ、私、初めて見ちゃいました。それなら一応、女同士ってことで、とりあえず、そろそろ外へ。あ、はい。あれ、出られない。どうしよう。落ち着いてください。私の方から押してみます。こうなったら。何やってんの？少しでも隙間を作ろうと。あれ、意味ありませんでしたか？すみません、ナツルさん。寄りかかっていいですか？ダメだよ、尻尾だからし。でも、狭くて、立ってられないんです。ナツルさん。あったかい。いや、もう離れて。ギュッとしてもいいですか？いや、だからダメ。あの、ナツルさん。私、ナツルさんがどうなっても、私に何しても、怒ったり、軽蔑したりしませんから。これ以上私に何かしてみやがれ。このクソでけえ胸に弾丸ぶち込んでやる。茜ちゃん、戻ってきて。くそ、狭くて力が入らないって。硬いものが当たってるよ。はあ、何卑猥なこと言ってんだよ。これ以上私をどうかさせるな。動かないで、じっとしてて。そのまま。私としたことが悔しいけど、ナツル、お前にこそ。こちらの女性とお楽しみでしたか？こんなところで、しかも拳銃プレイ。ナツルタンで変態。失神させるとはすごいテクニシャンです。いや、これはこれでまた瀬能さんを譲り続けることができます。失礼します。ちょっと待って。
北海道！そしてその伝説のおじいちゃん相手じゃ命がけですね。お酒でぷよぷよです。ちょっとおじさんには刺激が強すぎましたね。なかなか楽しい一日だったわ。私はちょっと飲みすぎてしまいましたけど。そう、じゃあ次は何をして遊ぼうかしら。幸せ、ついにナズルさんと一線を越えてしまいました。越えてないし。女になるってこういうことだったんですね。なんだか不思議な気分です。たく、おめでたいやつだぜ。でもまあ、お前にしてはよくやった方か。はい、私頑張りましたから。ミルキーブラ、これください。サイズはこちらでよろしいでしょうか。ご確認なさいます。乙女の危機です。勝手に決めないけど、 I'm gonna go to Japan パパパ一途。